続いてのタイトルは、今こそみんなが手と手を結び合うとき、逆境をチャンスに。東京都第22区国政改革委員、鈴木美香のなんでやねん。どうぞ。皆様こんにちは。大阪の皆様、東京から参りました。私は東京都第22区の国政改革委員、鈴木美香と申します。第22区とは東京のちょっと西側、三鷹市、調布市、狛江市になります。今日はお暑い中、こんなにお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様、物事には事実があります。でも事実の受け止め方は人それぞれの立場とか、その見る視線とか、環境とかで、同じ事実も全く違う真実、そしてそれぞれの人がその正義を持って物事を見ることがいっぱい世の中ありますよね。でも、時にはその一つの事実が真逆の真実になることもあります。そんな中で、今日本において、日本の土地が、水とか水源とか、水源とか地下鉄とか、公共インフラ、地下鉄とかインフラとか、あとは何でしょうね、そういうものが今どんどん海外に奪われつつあるという事実をご存知ですか。これは紛れもない事実なんですよ。そしてそれを政治家が先導してるって言うんです。これも事実なんです。これを今みんなが知らなければいけないね。そういう時に、今私たちがこれを恐れるのではなく、この事実をどう受け止めるのか、そこには解決策があります。私は今こそ国民みんなが手と手を取り合う時、みんなで情報を共有して一緒にそれに声を上げること、そして本当に私利私欲なく、日本のために、未来のために、尽力しようとしている政治家を送り込むこと、それが一番の解決策だと私は思っております。たったそんなもんでって思われるかもしれません。でも何でもそうですけれども、例えばチームワークとか、学校の部活でも商店街でもそうです。一番チームワークが大切ですよね。そして個人プレーだったり、こう車に構えて見てるような人がいると全然うまくいかない。それは国も一緒です。みんなが知らないっていうのは、無知は罪です。そして車に構えて批評批判だけしてるでは、逆にマイナスになります。今こそ日本人が手と手を取り合うとき、それが本来の日本人の一番大切な素晴らしい国民性だったんです。日本をみんなで今こそ手と手をつなぎ合って守っていきましょう。未来の子どもたちを守りましょう。どうもご清聴ありがとうございました。